ラインに関しては今回その格闘ゲームとして皆さんに求められるものっていうのは基本用意した中で新しい未来どういう表現ができるんだろうっていうことで、まあ、Facebook に対応して皆さんのその戦績をフレンドにこう公開できたりっていうようなチャレンジをしています。そういった意味で、まあ、今のネットにつながったゲーム機ならではなその格闘ゲームのコミュニケーションというものを皆さんでぜひ測ってもらえるようなものっていうのを用意してますので、オンラインに関して今までのねプレイヤーからの意見として、まあ、ポイント気にしないで戦いたいっていうのもあったんで、ランクマッチとそうじゃないものと分けました。でそれから今回新しい目玉の一つなんですけど、まあ、オンラインでそのトレーニングができると、まあ、他の人と一緒に練習ができるっていうモードを追加します。でそれの練習風景もロビーでやるので他の人が見ることもできるし、今まで閉鎖して練習してたところがオープンになります。いつでもあなたが上手くなりたいな、強くなりたいなっていう気持ちを応えることができるようなそんなシステムができたんじゃないかと思います。いろんなプレイヤーと関わって、より高みを目指すような場を作っていければいいんじゃないかなと思います。今回のデッドアライブ5の新キャラクターっていうのは先ほどのまあ存在感というものをよりその皆さんに直接感じてもらえるそういうキャラクターになってます。先ほど、まあ、今回入ってる汗が飛び散る、それによって息が荒くなって、そういった本当人間らしい表現ができるキャラクターっていうものを用意しました。今回のデッドアライブ5で新しく出てくるキャラクターたちはズバリ人間、リアルな人間、まあ、リアリティのある人間、そういったものを大きなテーマにしています。で、どういうことかというと、ごくごく自然に生活をしているごくごく、人間的なキャラクター、そういうところっていうのをやっぱり外せなかったっていうのはあります。で、まあストーリー的にもなんていうのかな、彼らの生活、普段の生活、彼らのなぜ戦うのか、そういったところ、感情的なところとかっていうのもちゃんと描こうと思ってキャラクターを設定しました。で、男性に関しては、まあ、ちょっと見た目は悪そうなんですけど、もうとってもいいやつで、とっても人間的で、だけどものすごく攻撃的になる時もあって、まあ、そういうなんていうのかな、自然な人間っていうのをテーマにしています。まあ、リグはスタイルがテコンドーということで追加されたキャラクターなんですけど、手技の方なんですけど、テコンドーって、言われるとあんまり手技っていうイメージがないと思うんですね。僕も実際あんまりイメージ持ってなかったんですけど、そこはディレクターのシンボリがあるという、ぜひ本物の、テコンドーの手技を、させたいということで、実装されています。もう一人の新キャラクターミラーに関しては、本作 の, そのコンセプト、アイムファイターというところに焦点を当てて、一生懸命戦う女性、そういう姿をこう彼女に託そうと思って生まれてきました。その一生懸命戦う姿っていうのが、まあ、人々のね、心をつかむようなそういう力を持っていますので、ね、その点で言うと何がいいのかなと、流派を考えた時に総合格闘技っていうのがぐっとハマったんですよ。で、まあ、世界中でもやっぱり人気のある総合格闘技だし、誰が見ても分かるようなその戦いっぷりっていうのを表現してますので、そこもまあ楽しんでいただければなと。あとはモーションのリーダーですね、総合格闘大ファンでもうどうしてもやりたいっていうのがあったので、そのこだわりも感じてもらえると思います。